ジズライザーの交換方法です。文字をちょっと埋めるとします。これを取り付けるで、これを取り付けて、でこの中からサイズの合ったものを、ここに合ったサイズを選んで、でここの穴から入れます。これで取り付けが完了しました。でこのコードが短くなった、切れてしまった場合は、一旦これを外して、で短くなったものを、ここね、これね、ここを、この穴に通します。で、こうすることによって、短くなったコードでももう一度使える。で、次が、こういうこの長さを切ったこれのないものを使う場合は、ここからこう入れて、でこちらをこう通します。最後にここの穴、こうやると使えるということです。はい、以上。